のでこうしたベトナム移民参戦要請というのは、例えばミニフランスのですね、歌舞伎座の近くに聖路加病院とありますけれども、あちらの日野原ドクターとかですね、この種の似たような顔つきと骨格とで、ベトナム移民だってすぐ分かります。中国人に聞いてもですね、中国系ではないっていうんですね。読売のオーナーの渡辺なオーナーもですね、この種の ベトミンコリアンというか方はですね、なので相当浅草のですねベトナム移民が明治維新後に大量に増えたということ、になりますけど、何分民族性が違うのとですね、昔は芸能工業だけに多かったっていうことで、かなりですね住み分けができていたはずなんですけれども、いつからかその多数派になったというか、なんですけれども、なので星のコーヒー系と私呼んでますけれども、アメリカのスタバだとイタリア系になるらしいですね。で、向こうの方に聞くとやっぱりイタリア系の方は